さあそれでは続きでございます。こんな感じでピカピカになったよーん、テローンと、いいねいいねと思うんだけど、しかしまだねやっぱりちょっとねこう細かいコンパウンドで今度ついた傷っていうのがねついてんだよね。なんかちょっとおかしいな、なんか変な汚れがついてるな、なんだろう、バリバリって取れたら今、まあいいか。でだ、今度はセラミックコンパウンドを使ってやっていこうかなと思います。まあいつもの通りもうこれ専用でクロスを用意しておくよと。でこれは前回の時のチューブのねコンパウンドの時みたいに時ほどゴシゴシは研がない。よく振りましょうね。あじゃあうわやうーんオッケー、ほんとかよ、出た。これをここにいっやってね。どれほどわかんねえ、ちょっとまあ適当で、これもこんな感じでゴシゴシと磨いていくよと。これはねカメラだとね分かりづらいかな、お見せするのそのどれほどのこれをやることによって変化が起きるかっていうのはね、これをやるとねまたこう一気に色が本当の色っていうのかなが出てくるような感じかな。でツヤがもうテロテロになってね、もう完璧、素晴らしい出来ができるよ、素晴らしい出来ができるよ、なんだそれは、まあ、素晴らしい出来になるんですよ、ね、これはねもうほんとそのこう適当な感じ、こう塗っていくとここにつくから、ついたやつが取れをつけながらもその場でこう取っていくような感じでこうね、これも同じような感じで一方方向ずつ、これはセラミックこの前の以前のチューブのところのチューブのコンパウンドと同じような感じでキュキュと磨いてあげればうわっていう感じの綺麗さが出るよと。ちゃんとこういうふうにねこうクロスはね分けてあげないと、以前も説明したみたいにスラッチがついたりしてねとても残念な、結構ね僕その辺は気にしちゃうんだよね。綺麗にね研ぐだけってねいくらでもできるんだけど、スラッチをつけずに研ぐっていうのはやっぱり難しいんだよね。難しい、なんだろう、普通に研いでるとつかないと思うんだけどな。お前は何様だって思われるかもしれないけど、結構ねホビーショーの時とか人の見に行くじゃないですか、その時にねスラッチがみんな多いんだよね。だからそれを見るとやっぱりちょっとうーんって思っちゃうんだよね。なんかね細かな傷がねツッ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 ってこう出てんだよ。なんかあれを見るとあもったいないなとか思っちゃうんだよね。もっと綺麗にできると思うんだけど、結構ね僕ねそのスラッチをね気にするから、僕ああいうまあホビーショーも終わっちゃったけど展示会とかに来た時にスラッチがあるかどうかっていうのはね、僕の作品はちょっとねそこはね結構こだわってやってるんで見てほしいかなと思う。カメラとか写真撮影する時とかには映らないんだけど、人間の目で見た時には細かな傷っていうのってね見えるんだよね。やっぱり人間の目ってすごくいいから、こう見た時にこうなんだろう、こうピッ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 ってこうね入ってるんだわやっぱり。それが意外とそのなんだろう、うちのまあちょっと変な話しちゃうけど、よっこいしょっと、うちのメンバーねそういうのが意外となくて、スラッチが逆に展示会とか見に行って他の人の作品を見るとスラッチが入ってんだよね。なんでスラッチが入るんだろうとか言っていつもね不思議に思ってたんだけど、みんな結構スラッチが入ってんだよね。普通に研ぐと入んないんだけどな、要はああいうなんだろう、イメージで言うと車を洗うじゃないだけど、こうちょっと砂ぼこりがあるところで洗車とかしてワックスとか塗ると細かな傷がさピピピピピピピって入ってるじゃん、あんな感じ。まああれがスラッチか、なんかこう要は巻き込みながらもワックスを塗ったり、なんか砂ぼこりと一緒にこう、だからあれは多分綺麗に掃除されずにこう
やっぱだからこうやってあの水でちゃんと何回も洗うっていうのが大事なんじゃないのかな、シャンプー洗車をするのが、うん、って思ってる。まあ分かんないけどね、なんであんな風になるのかな。なんか見てて綺麗にできてるのにスラッチが入ってて残念だなとか思いながらね、いつも見てんだ。細かな傷はやっぱりダサいじゃん。そのいつも僕がね言うように、あの1分の1のね、いわゆる実写を24分のサイズで自分の目線のアングルで見た時ってそんなスラッチなんか見えないから、もしこれがね1分の1になった時のそのスラッチの大きさってもただの傷でしかないから、なんだろうな、なんでスラッチ入るのかな、逆に分かんないんだよね。まあ別にこれとは限らず結構相談、いろんなまあ別件でね相談はさせられ、いただいたりするんですけれど、自分が経験してないことってやっぱり分かんないんだよね。いや、ならないから分からない、対策のしようがない的な、いいアドバイスができないとか、どうしてでなるね、そんな感じにできるんですかって、いやー分からない。別にその偉そうに言っとるわけじゃないんだけど、逆に本当にね分かんないんだわ、アドバイスのしようがなくて。まあこんな感じのね動画で言ってる通りにやってみてくださいとしか言えなくて、あれなんだろう、ここ汚れが溜まってる、汚れか、なんだろうなこれ、分かんないな。そう、わかんないんだよね、聞かれてもね。だってならないから、申し訳ない、そこばっかりはね本当申し訳ない、わかんないんだよね本当に、わかんないことはわかんない。まあ答えれるところはもちろん答えさせてもらうんですけれど、わからないところはわかりませんよ。まあ、こういった感じでこうねどん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 磨いていくと、やっぱりコンパウンドで最初固形のコンパウンドっていう言い方でいいのかな、で磨いていくと、どうしてもあれはまだアラだから乱反射してるんだよね光が。だからちょっとこう光って白いから、白いというかまあ白でいいや、白いから乱反射してちょっとこう白っぽく見える。要はまあだいぶ前に作ったカレラ GT ね、ビッグスケールのあれ作った時に、やっぱりこういう、なんだろう、あれをもしその固形のコンパウンドだけで止めてたら白光りする黒っていう感じになっちゃうんだよね。それをやっぱりこう長谷川のコンパ、セラミックコンパウンドで最後こう決め込んであげると、なんていうか真っ黒漆黒というか、まあそれは言い過ぎだけど、もうそうだね、そういう漆みたいなね、真っ黒っていう感じの、白光りではなくこう本当に光の艶が通っていくような感じに仕上がりますよと。これでちょっと見てもらうといいかな、こんな感じにこう綺麗になっていく。ボンネットもねほらこんな感じで、この後ろをちょっと見てもらうと、ちょっとこう光が蛍光と天井の蛍光灯見てもらった方がわかるかな。で、こんな感じで、ここを後ろに持っていくとちょっと白っぽいでしょ、これ見比べると違うでしょ。まあビビったるもんだけど、本当にカメラだとね分かりづらいんだわ。まあこれをやっぱりということで、これをこんなぐらいの、もう固形ワックスじゃない、固形のコンパウンドを使った時みたいにゴシゴシやるほどでもなく、ちょっとこれでこう軽く磨いてあげるだけでかなりグッとくる重みのある色味が出てくるよと。研ぎ出ししてるから塗装面がすごく綺麗で、光の乱反射が防げるから、多分この色っていうのが
本当の、塗料の色なんじゃないかな。だから本当の塗料のね、いい色っていうのを出すにはやっぱりこうやってね、研ぎ出しして綺麗にしてあげた方が本当の綺麗な色が、さっき言ったみたいに白いツヤが出ちゃうと、白光がやっぱり塗料の色を、反射をねごまかしちゃうから、変えちゃうっていうかね。まあちょっとここで少し余計な話しておこうか、ためになればいいかなと思うんだけど、光っていうのは人間の目に入って届く色だから、まあこれ例えば水色だとするじゃん、水色なんだけど、これってこう光がこう入ってこう戻ってくるときに、これが水色だけをこう跳ね返して見てるから、人間の目でこれが水色だっていうふうに思えるんだよね。たまにあるああいう視覚障害者、色彩障害者、なんかこの色なので、それは多分そのなんかそういう色を把握することにちょっと障害が起きちゃっている方っていうのがいると思うんだけど、ああいう人たちっていうのはやっぱりそういう青が見えないとか、そういう光を受け付けてそこから脳の処理をするっていうことがやっぱり多分難しい方たちなんじゃないのかな。でも逆にあれはあれでそうだな、逆にどういう風に見えるのかっていうのも気になるな。なんかまた違った意味でね、こう面白い色っていうのが見えてくるんじゃないのかなっていう気もするんだよね。そうだから、とりあえずこのまず青、水色っていうのがこうひ跳ね返ってこっちに返ってきて見えるっていうんだから、そういろんな色で遊んでみると面白いのかもしれない。重ねる色の順番とかで見える色が変わったりとか、層ができるからね、層がこうだから、1層目では何色が跳ね返ってきて、2層目では何色が跳ね返ってきて、それが混ざり合わすことによって面白い色が出るとかね。塗料で遊ぶにはそういうのとかもやった方がいいかもしれない。マジョーラとかなんかいい例だよね。あれは多分色ですごく遊んだ結果あんな感じになったんじゃないのかな。すごく面白いと思う。色を作る人ってすごい、三原色からね、いろいろ作っていて、そうなんだよ。なんかそういう、ね、色に障害を受けちゃってる方っているみたいなね。なんか本当感覚は何とも言えないけど、わかんないけど、ね、なんかあれってやっぱり本人はそういう、それを意識せずにそういう風に見えてるらしいから、僕だってそうなのかもしれないしね。そのなんか特別な色になるとなんか色がないみたいな風に見えるらしいんだよね。ただその色がないっていう意味がわからないなっていうね。ない色ってなんだろうっていうような。まあそんな感じらしいです。光っていうのは要は虹色の塊が全部合わさって白に見えるから、それのうちのこの色が目に跳ね返って映ってきてるよっていうらしいからね。まあお医者さんじゃないので、それ以上じゃない、正しいかどうか分かんないけど、うわ超綺麗、めっちゃ綺麗、いいね。やっぱりちょっと一生懸命研いだんだよね今回。テカテカだね。このテカテカが嫌だっていう人も中にはいるよ。だけどまあ僕はこれが好きかな。超新車みたいな、わめっちゃ綺麗、素晴らしい。よし、まあということでね、ダラダラ動画になっちゃうんで、まあこの辺で。だからね、やっぱりこうやって汚れてくるんだよね。いつもこう新しいところ、またこれひっくり返ってこっちはまた綺麗だから、じわじわと使って。まあこのねクロスも3枚でまあいくらかするんで、まあそんなに安いもんじゃないんでね、隅々まで使ってやろうぜという感じです。ということで、まあこれまたお風呂入りたいから、お風呂出たらまた一人でちまちま動画でも見ながらやろう。よし、という感じで、では一旦ここでカメラを止めさせてもらいます。さあそれでは続きをやっていきましょう。研ぎ出しがね、前回というか、まあこの前で終わって、シャンプー洗車をまたしっかりやって、こんな感じ。はい、すいません。ピカピカよ、いいね、テロンテロン、これが好きなんだよね僕はね。内装とかいろんなこと、あで今回はこれ
これね、たまたま今回のはこう印刷してあるだけで自分で切らないといけないんだよね。まあこれをどうやってやってるかっていうのをね、お見せしようかなと。で、そうそうそう、今の話の続き。まあ僕の場合ね、やっぱり内装とかそういったことはまあある程度、まあそれは全く何もしないわけじゃないんだけど、まあああいうレベルの低いやり方をやってるんで、まあここはね、こういうとかボディのそういうツヤっていうのにこう力を入れてやってますよという感じです。で、スラッチもね、ないようにもうすごい綺麗に仕上げるっていうのに力を入れる。まあ人それぞれね、やっぱりどこに力を入れるかっていうのはね、様々だと思うんでね。もうちょっと画面大きくしようか。まあ、どこに力を入れるかっていうのはまあ様々だと思うんで、まあ別にねいいと思いますよ。内装とかにすごく力を入れる方とコラボっていうかね、なんかそういうのやるといいかな。ボディは僕やるんで、内装とかそういったところとかちょっとやってほしいとか、あと逆になんだろう、ジオラマが得意だからみたいなさ、あの風景の方とかそういうのやるから、そっちは多分メンバーでうまくやれば、そうだな、ジオンドカーズでやろうかな、そういうの。いや、ハサミが全然切れんくなってきたな。100均、これは100均じゃないな、これちょっと高かったやつ。なんかメイドインジャパンのハサミとか言って書いてあったけど、すいませんね、鼻かんじゃって。なんか鼻炎だな、くそ。なんか天気がめっちゃいいせいか、花粉が飛んでんのかな。まあ時期的にそんな時期じゃないんだけど、まあ花粉症ってなんかいろいろあるみたいだからね。その時期的にいつでも花粉は飛んでるみたいで。いや、ほうだよね、年中何かしらの花は咲いてるからね。で、これを今ちょうどこのハサミでね、結局カッターできると逆に大変なんでね、カッターでいい。カッターで切ると逆に大変だから、ハサミで切れるときは切っちゃう。で、これを貼りますよと。ピタッと。なんかうまく貼れない。これすごいペラペラなんだよね。ペラペラなのはね、逆にこう密着性が良くていいんだけど、なんか貼りづらいな。いいか、よし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 。で、隅っこまでちゃんとこうつけるために密着させてあげる。綿棒とかでね、こうやってガチ、オッケー、じゃじゃーん。まあこんな感じで全部ね、他のも、まあ、ちょっとここは飛ばしちゃおうか。もう一個ね、マスキングしたいところがあるから、そこはまた一旦これを全部貼り終えてからもう一回アップします。さあ、という感じでね、こんな感じで全面に貼りました。で、このまま黒を塗ってしまうと、こっちにね回り込んでついちゃうんで、こっち側を今度マスキングします。いわゆる吹き返しってやつだね。吹き返しがあって回ってきちゃうよと。しまった、もっと大きいやつ使えばよかった、もったいない。いいよ、こいしょ。いいよ、こいしょ。いいよいしょ。で、まあこういう感じでね、ちゃんと、ああ、ここ見えてる、こんな感じでいいかな。やってあげてね、こっち側もちゃんと。で、この隅もね、ちゃんと密着させてあげないとね。で、まあこのいらない部分っていうのはまあ邪魔になっちゃうんで、ジョキジョキとこう切ってあげてね、あげれば OK で、しっかり縁を密着させてあげて、
まあ最悪吹き返しちゃっても取ることはできるけどね、溶剤でね。もちろん溶剤で取ることはできるんで、ただツールクリーナーで洗わないようにね、あの拭き取らないようにね、ツールクリーナーでやるとプラモデルをねものすごい劣化させちゃうんでね。よっと、こんな感じでいいかな。よし、じゃじゃんと。でもう一箇所、これ以外にもまだここね、どうしようか悩んで、この膜の枠と窓枠の部分っていうのはまあ長谷川のフィニッシュでやりたいんだけど、ここのねあのミラーがつく部分っていうのは塗装したいなっていう気がしたんだよね。なんでかって聞かれると困るんだけど、なんかちょっとね、気に入らない。要はあの窓ガラス、ミラーをつけるときに、多分だけど、多分じゃないね、ミラーをつけるときにあれですよ、やらかすと思うんだよね。あの接着剤がくっつかなくなるからね、っていうこともあって、こんな感じでまあギリギリでね、こうつけてあげるよ。うまく下にいかないな。これならいいか、いいかな、多分大丈夫だと思うけど。まあこんな感じでねやってあげれば多分 OK だと思う。そう、やっぱりモールドを最初のうちに深く入れておいたから、ここのこうマスキングをね細かくやるのも意外と綺麗にできるよと。モールドをしっかり入れてないとね、やっぱりそういうところでもミスが見えてきてしまったりするんだよね。ちょっとこれ甘いな、もうちょっとこの辺もつけるか。こんな感じでいいかな。あ、いいね、こっちも大丈夫だよな、ちょっと心配になっちゃうんだよね。まあ最悪塗り残しが出てしまっても、黒ペンでね、名前ペン、鍋さん大好き名前ペン、あれでちょっとこう隅っこを黒く塗ってあげるだけ、その塗り切れてなかったところちょっと塗ってあげるだけで馴染むから、こんな感じでどうでしょう。で、こんな感じでやったら、今カメラ映ってたかな。まあ、うち新聞撮ってないんで新聞がないから、まあ、こういったビニール袋でこうかぶせてあげる。だけど内側も結構大事で、さらなる吹き返し、このここを塗ることによってこう吹き返しでこっちの方に行っちゃったりすることがあるから、もちろんこっち側からもこうこっちにこう吹き返してきちゃうんじゃないかなと思われるところ、こう穴を塞いであげるんだよね。こんな感じでこう、あのサランラップでやるっていう手もあるからね、まあどっちでもその辺は自由なところで。よし、で、まあ、僕は結構この袋でやることに慣れてるので、袋でやっちゃいます。どうやって巻こうかな、こうか、こんな感じで。まあこれは
もちろん自由で、僕はこんな感じでやってますよとか、まあ無駄が多いけど、多いと思うんだけどね。なんか慎重になっちゃうね。もう解き出しまでしてさ、ここまでできてね、あのミスっていうのは非常に痛いんで、もうくどいぐらいにやっちゃうかな。マスキングテープがなくなってきた。あ、マスキングテープまだいっぱいあるか。そう、マスキングテープもね、リスナーさんからだいぶマスキング嫌いな鍋さんにという感じでたくさんいただいたんでね、非常に助かっております。こんな感じで、おう、ちょうどなくなった。こんな感じでね、これならさすがにいいでしょう。全方向完璧だぜ。よし、ではせっかくなのでどんな感じで塗装しているかっていうのも、これはちょっとお見せした方がいいかなと思うのでね、一旦じゃあアングルを変えます。